皆さんこんにちは。今回は2022年2月22日と3月9日に書き込まれた、ガルチャンでおすすめされて使ったらよかったもの、リピート買いしている商品、というトピックスをご紹介します。たくさんの意見が出ていましたので、プラスやレスが多くついていたものを中心にまとめてみました。それでは早速ご覧ください。皆さんがガルちゃんの時でおすすめされてリピート買いしている商品を教えてください。ジャンルは問いません。ブレンというボールペンを推している方が複数名おられたため、試しに買って使ってみたらすごく良かったです。ジェットストリーム派でしたが寝返りました。初めて見たけど可愛いね。そして握りやすそう。自分もジェットストリーム派から寝返った一人です。めちゃくちゃ書き心地がいいですよね。太さも握りやすいし手が疲れない。文具屋にいたけど、ジェットに戻る人、ブレンに行った人、同じくらいだったな。それぞれの良さがあるね。ジェットは 0.28 の細さがあるから学生さんたちが好き、ブレンは 0.5 と 0.7 だけど、ジェットより疲れないみたいで、OL さんとかパートさんには 0.7 が人気だった。ダイソーにも売ってるよね、書きやすい。光療法の標準器、高照度照明、ブライトライト ME。引きこもりで鬱っぽく朝起きられないので買ってみた。朝はちゃんと起きられるようになった。そうしたら夜も眠れるようになってきた。私が買った時は3万円台でした。今見てきたら、品切れか中古で高いのしか売ってないので、買うのは待った方がいいと思います。そして本物の太陽の光の方がずっといいので、外に出れる人は出た方がいいです。こんなのあるんだね。夜勤とかある人も体内時計戻すのに良さそう。格安シム。通話しても途切れたりすることもなく、ネットもつながるので助かってます。パナソニックのヘアドライヤー。次パナソニックの3万くらいのドライヤー買おうと思ってたんだけど、結構大きくて重そうだけどどうですか？最初は重いと思うけど、毎日のことなのですぐに慣れますよ。現行で一番新しいナノケア持ってます。正直重たいと思うけど、その分短時間で乾くので大丈夫。でも電気屋さんとかで現物持ってみるといいと思いますよ。柑橘の皮むきのムッキー、昨日届いたから早速、めっちゃ簡単にむけた。鼻のは、シャワータイプ。足がついてる洗濯物かご。赤ちゃんおんぶして洗濯物干したりしてたので、これをトピで見た時すぐ買ったけど、本当に楽、赤ちゃんおぶってない時も楽、腰の痛いガルピープルにも全力でおすすめする。玄関先とかリビングテーブルの横とかにもちょいちょい配置しておくと、買い物袋とかバッグとかの一時置き場に意外なほど活躍しています。長く使える4倍巻き。髪の柔らかさはどうですか？替えが面倒すぎて、5倍巻きとかもあって気になってる。私はロハコで5倍巻き買ってるけど、ダブルにすると普通に柔らかいし使いやすいよ。ふかふか感はないけれど、不自由はしてない。2個パックとかも売ってるし試しにぜひ。ドメストがすごく汚れが落ちる、と勧められて購入しました。でも頻回に使うと便器が故障しやすいとの噂あり。私は昔からドメスト使っています。私もドメストです。いろんなメーカーの使ったけどドメストが一番だと思いました。飲食店のトイレに置いてるのもドメストが多く、こすらなくても綺麗になるからなのかなと飲食店のトイレチェックしてて思いました。洋式の黒ずみにはドメスト一択。ブルーダイヤ。縦型からドラムに変えた今も使い続けてます。皮脂汚れに強く、匂いもよく落ちる。シャンプーブラシ。もうこれなしの生活には戻れない。前々から気になってたので Amazon で早速注文してみた。後押しありがとう。DHC の化粧水、安いのにめっちゃ肌の調子良くなった。私にはデパコスより合ってたみたい。それからは DHC にお世話になってる。何のシリーズですか？ごめんなさい、なんか水色ボトルの化粧水ジュレです。美容液入りの、安いから遠慮なく使えるのもいいのかも。私は明白の美白化粧水を何度もリピートしています。お母さんがこのシリーズを拭き取りから乳液からずっとリピートしてた。色々使って結局基礎化粧品はシンプルで安めでいいってなったのかも。これマジでいいです。あっさりしているから、プレ化粧水として使用。まずこの化粧水して後からいつもの化粧水つけてる。いいか悪いかわからないけど、安いからバシャバシャ使えるし。私もこれです。本当にコスパもいいし肌に合う。置いている店がなくネットでしか買えないのが残念。
私もこの化粧水、ここで見てからもう何本もリピートしてる。値段も安くて刺激もないし使いやすいよね。いいの、やたら目にするし、ちょっとマイナスもあって使ってみっか、と思ったら、私にとってはすごく良かった。ソンバーユ、初めて使った時、こんなにもっちりするんだとびっくりした。自分史上最も肌に合った。もう5年くらいずっとソンバーユ。安くて助かってる。私もソンバーユ。20代前半でニキビに悩まされたけど、これのおかげで肌質改善できました。まさかニキビに油が効くとは。乾燥肌なのにニキビできるみたいな人は、試してみてほしいです。シルクのナイトキャップです。もともとゴワゴワした髪質だったのに使ってすぐに髪がしっとりとしてツヤも出ました。私もこれめっちゃ良かったです。もともとパサパサ広がり髪なんだけど、かぶって寝るとツヤツヤでしっとりまとまってるから欠かせなくなりました。難点は途中で脱げちゃってることと、家族からはステラおばさんと笑われることかな。でも本当に髪にはいいよ。これ、寝癖防止に使っててめちゃ楽。私は全然効果わからなかったよ。脱げるし前髪は変な跡つくし、脱げなければ摩擦は軽減するだろうから髪質にはいい気がするけど、髪型はペシャンとなりやすいと思う。あと、着用した姿がお地蔵さんか七福神の布袋さんみたいで、見られるのはきついなと思う。私も買ってみたけど寝ているうちに脱げてるし、効果はわからないし、めんどくさいので使わなくなってしまった。効果がわからないって人はもともと髪が綺麗な人なんだと思う。私は全身が乾燥肌なので被って寝ると髪も落ち着いて扱いやすい髪になりました。これ蒸れはどうなんでしょうか？シルクのものならば通気性もいいので、ちゃんと乾かしてから被れば問題ないですよ。有識ねえ。私もこれ、いろいろ使ったけどこれが一番しっとりする。匂いが独特だけど効果抜群。赤切れでヤバすぎて血まみれだった手の甲に塗りまくって、ナイト手袋みたいなやつして寝たら、次の日にマシになった、ユースキン優秀。私はミッピーのチューブタイプ愛用してます。私はチューブでその効果を思い知り、ポンプを買ったよ。キフレのリップクリーム、乾燥すると口唇ヘルペスできやすくて、スースーしない安めのリップないか聞いたら教えてもらった。私には合っていて10本ぐらいリピートしてる。メラノ CC 美容液。私にはオバジーよりこっちが合ってた、安いし。ただ乾燥しやすいから保湿必須。私も美容系 YouTube で見て使い始めた。最近出たプレミアムの方が性能すごいらしくて、柑橘系の香りがすごく好き。確かに乾燥するのでニベアと一緒に使ってる。ソフィーナ IP。 何使っても改善されない超乾燥肌の私が、これ使ってから全く粉吹かなくなった。DHC の泡立てネット。そんなに他のものと違いがあるのか半信半疑でしたが、本当にすごかった。値段も200円しないくらいなのでおすすめです。私もこれ、他の泡立てネットと全然違うよね。泡が柔らかいの。私も試しに買ってみたらこれも十分安いのに100均とは全然違う。泡立てやすい、泡に弾力が出る。いいよねー。DHC はファンデーションのパフもすごい好き。確かいくつか種類があって合うの探した。薬用アパコート SE、ナノテクノロジー。私もです。ちょっと高めだけど、とても気に入って何度もリピってます。歯磨き粉ジプシーなのですが、具体的に何が良かったんですか？口臭ケアなのかホワイトニングなのか。まず磨いた後のツルツルさっぱりの使用感が気に入っています。初期虫歯の再石灰化する成分配合、歯周病予防もできるとのことで、効果にも期待して使っています。教えていただきありがとうございます。2000円くらいするよね。ほのかに乳酸菌の感じがあるよね。元ヤクルトレディです。翌朝も歯がツルツルですよね。地域によるかもですが、たまにセールして1800円くらいになったりします。あとはサンプルもあるので、ヤクルトさんに聞いてみるのもいいかもしれません。リピートする方はずっとするし、サンプルを使ってみて、味が苦手、という方もいましたね。ナーズのアイシャドウベース、くすみがひどかったけどアイシャドウが綺麗につけられる。ダイソーのアイブロウコート、眉毛が夕方まであるのは奇跡。まつ毛美容液のラッシュアディクト、まつ毛がすごく伸びた。つげくしトピを興味本位で覗いて、おろくくしの存在を知って買って以来おろくくしを手放せなくなりました。毛先までツヤツヤサラサラになるし、くせ毛だったのがストレートに近くなりました。私ももう2年くらい前かな、
スゲクシトピ見てすぐ買ったけど、すごく良くて大事に使ってるよ。角質ケアバーム。唇が荒れなくなった。私も愛用してますが甘くて、甘くなくなったらいいな。眼科行ってもらった目薬でも治らなかったドライアイが、可愛い肝油ドロップで治ると強く勧めていた方がいて、試したら治った、ありがとうございました。ああ、私はめっちゃドライアイなんだけど、油分を補給するってことですか？スマホで目は乾燥するけど肌は脂性肌だからなぁ。お肌はなんともなかったですか？私普段は肌荒れしないんだけど、肝油食べたらニキビ結構できました。油物や揚げ物、ジャンクフードで肌荒れする人はニキビできると思います。可愛い肝油ドロップという製品は、昔はタラ等の魚類から抽出した肝油を使っていて、とても魚臭く食べづらかったらしいですが、今のは魚の肝油で作っていないみたい。肝油に含まれるビタミンのサプリのようです。多分油脂類は含まれないみたい。ちなみに子供の写真付きのノーマルのはバナナ味のグミみたいでとても美味しいです。カッコン糖。牛乳石鹸。ネバ塾、白雪の歌。無添加ヘアオイルゆず湯。毛先広がるからこれを毛先につけないとダメになった。ヘアアイロンもするし。ほう、いい商品情報を得た。ありがとう。濡れてる時に毛先につけて、ドライヤーすると乾燥毛の毛先でも、行きたい方向に収まってくれるよね。これいいよね。椿油とかと比べるとつけ心地が軽いから、扱いやすくて好きだわ。これ使ってみたけど合わなかった。山ほどつけてないのにベタつく。私は猫っ毛なんだけど、髪質と合わないんだと思う。猫っ毛の人はオイル自体合わないよね。ベタってなっちゃう。ヘナカラートリートメント。両サイドだけ白髪がひどくて、毎月の美容院代が苦しかったのですが、めちゃくちゃ髪もサラサラになって綺麗に染まるし、毎月の美容院代もかからなくなって、大変助かってます。私もこれ、乾いた髪に塗ってシャワーキャップかぶって夕飯の支度や洗濯して全部済ませてそのままお風呂へ。カラーと違って時間を気にしなくてもいいので本当にありがたい。しかも使ってるうちに腰が出てきた。染まりは1回で完璧、という感じではないので週に1から2回がおすすめです。白髪と髪のパサつきに悩んでいたので思わずポチッとしてしまいました。使い始めは毎日使っていましたか？私は染まりが確認できるまで毎日使い続けました。今は3日に1回くらいのペースで染めています。ファーファの洗剤と柔軟剤。石鹸そよ風。歌丸石鹸。こいつマジで何者？キッチンも上履きもかつてないほど綺麗になった。蛍光増白剤が入ってるので白くなるんだってさ。衣類のシミで、シミ抜き業者さんに相談する際の話で出てたんだけど、歌丸石鹸は汚れを落として生地本来の白を出しているのではなく、生地に白色を足してるんだって。蛍光増白剤入ってる洗剤って多いけどこれは効き目がいい。生地に白を足しているのだとしても、白くなるなら私はそれでいいな。上履きとかに使ってるしね。ソフランの柔軟剤、オレンジ色のアロマソープ、普通のいい匂いの石鹸の香り。ホスト匂いが程よく飛んで抗菌効果もあるからリピート。シルコットの黒の除菌ウェット。小さい子が3人いるのでどこでも使いまくりです。その甲斐あってか予防がかなりできてると思います。めったに病気にならないです。洗えて使えるキッチンペーパー。お皿、シンク拭いた後は、ついでに冷蔵庫拭いたり、床の気になる床やトイレや玄関拭いて捨てたり、拭き掃除のハードルが下がった。また買うつもり。わかる、同じことしてる人いた。同意。私もどこかのスレでおすすめされていて買ったら、ストレスフリーになった。普通のキッチンペーパーは破れたり、染みすぎて拭く手まで濡れたりしてた。あらゆるキッチンペーパーの頼りがい素晴らしい。1枚5円くらいだし早く買えばよかった。子供用品でごめんだけどこのベビーコップを1歳児トピで教えてもらって試したら、コップ飲みできるようになった。これからコップ飲み練習しようと思うんだけど、普通のコップと何が違うの？とても気になる。赤ちゃんの手にフィットするらしいよ。赤ちゃんが手に持ってる画像見てわかる通り、すごく小さい。普通の子供用カップって200ミリくらいだけどこれは50しか入らない。ソフィー、シンクロフィット、吸収力をプラスオン。これいいよね、2日目だけ使ってます。これ気になってました。トイレに流すのに抵抗あるんですけど、流してますか？私はトイレに流していますが、何も問題は起きていません。私も。
そのまま流せるのが大きなメリットだよね。小さいしトラブルになったことないな。ナチュラルムーンの生理用ナプキン。かゆみが全くなくなった。生理痛もほぼない。高いけど、価値ある。ナプキン変えたら生理痛がなくなるんですか？どういうことだろう？ポリマーに吸収された経血って、女性器を冷やすので、その冷えが子宮も冷やすんだそうです。その冷えが生理痛に。ちなみに、生理痛で順調に経血を排出できないと、経血がお腹に溜まってチョコレート嚢胞などに繋がると聞きました。排出しきれてない人って多いそうですよ。知りませんでした。ありがとうございます。ワコールの妊婦体。妊婦生活はワコールにほんと助けられてる。水出しで美味しい麦茶。バウンシアボディソープ。もうずっとボディソープはこれを使っています。私もそれ、こっちに変えたらかゆみがなくなった。安物ボディソープがあかんかったみたい。無印のインナー。前はヒートテック使ってたけど体かゆくて辛かった。無印の綿インナー教えてもらってそっちに変えたら快適な上に暖かく過ごせる。朝紫の柿醤油。ギリシャヨーグルトパルテノ。ポリッピーチョコ。これにハマったんだけど、昨日ダイソー行ったらシリーズでこれだけ売り切れ。サルタヒココーヒー監修のコーヒーベース。何十本飲んだかわからん。ボスのより美味しいですか？私はボスより好みの味でした。ボスよりコーヒーが濃いという印象です。発酵ぬか床、ぬか床にハマってるトピ主さんが肌が綺麗になったとおすすめされてました。袋のままでぬか漬けできるのも紹介されてて即購入。毎朝食べてたゆで卵を半信半疑でつけてみたらすごく美味しかったです。すっかりハマりました。私も同じく、別トピ見て即ポチりました。毎日何をつけるか考えるの楽しいです。今日はゆで卵やってみます。松山揚げ。サンラータンメン。これ好き、これのカップ麺も出たよ。馬路村のゆずポン酢。ジュレグルト。おすすめしてる人がいて、買ってみたら美味しかった。カロリー低いのにデザート食べたっていう満足感ある。パスコのたっぷりホイップアンパン。名前とパッケージに偽りなく本当にホイップがたっぷりだと聞いて買いました。天禄のピーナッツチョコ。本当に美味しい。目玉焼きプレート。朝トーストと一緒にトースターで焼けるから便利。わざわざフライパン出さなくていいから楽になった。これで毎朝ハムエッグ作ってる。バルム。これが冷凍庫にないと不安になるくらい好き。一年中食べてます。食べた時のチョコのしっとり感が好きです。この価格で買えるアイスの中で、一番美味しいと信じています。チョコ味、抹茶味、いちごミルク味、ミルクティー味、全部美味しかったです。チャルメラ宮崎辛麺。これ美味しいよね。こういう辛いのって今まで他には辛ラーメンしかなかったから嬉しい。美味しいよね。ニラ、豚ひき肉、ニンニク、卵で仕上げてたまに酢を入れて食べるとお店みたいに美味しい。ローソンのパリチキ、ファミチキ超えました。美味しすぎて何回もリピ。奮闘菌の味噌。甘みがあって美味しい。カルディ塩バタカマン。カルディでつい買ってしまいます。これ美味しすぎて止まらなくなる。味もさることながらクッキーの部分も、サクサクホロホロしてて食べやすくて好き。200円ぐらいで買えるから満足感ある。これ、しょっぱさと甘さが絶妙なハーモニー奏でてるよね。コーヒーと一緒に食べると止まらなくなる。これ美味しい。個人的にはクッキー部分が一番好き。これ大好き。初めて箱買いした。ブラックサンダーの発酵バター。美味しいよね。コンビニにあるとついつい買ってしまう。美味しいよね。最近毎朝会社のデスクで朝ごはんにセブンの100円コーヒーとこれ食べてます。まさに今朝食べました。初めて食べた時はその美味しさにびっくりしました。いっぺんに食べるともったいないので、いつも私は半分ずつ食べてます。純米せんべい。美味しくて知った日からひたすら食べてる。ハマりすぎてやばい。私も純米せんべい大好きです。以上となります。ご意見や皆様が気に入っている商品がありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。私は1000円以下で QOL が上がる商品トピで紹介されていた、マウスウォッシュのコンクール F という商品がとても気に入っています。今後も有益なトピックスを中心に紹介していきますので、ご興味ありましたら高評価チャンネル登録お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。